ようこそ島根県立大学浜田キャンパスへ。島根県立大学のある浜田市は島根県西部に位置します。県内随一の水揚げ量を誇る浜田港があり、山間部には日本の棚田百選に選ばれた美しい田園風景が広がります。その他にも海水浴場、島根海洋館アクアスなど豊かな自然を生かした観光資源がある美しい町です。ここが島根県立大学浜田キャンパスです。浜田キャンパスには国際関係学部国際関係学科と地域政策学部地域政策学科があります。国際関係学部と地域政策学部は困難な世界を生き抜くための技術と能力を身につけるため令和3年度に誕生しました。国際関係学部国際関係学科は英語をはじめ中国、韓国、ロシアなどの言語、政治、文化、社会を学び、国際社会の平和的発展と多文化共生を担うことのできる人材を育てます。国際関係コースでは政治学、国際関係学、北東アジアの地域研究に関する専門知識を学び、グローバル化に伴う複雑化した問題を理解し、解決策を構想する力とそのために必要な語学力を総合的に身につけます。国際コミュニケーションコースでは語学、言語学、コミュニケーション学、文化、国際社会に関する科目を学び、コミュニケーションスキルとしての語学力と異なる文化的背景を持つ人々との相互理解力を身につけます。地域政策学部地域政策学科は課題先進圏といわれる島根県を一つのフィールドに、地域が抱える課題に対して多角的な視点で解決策を見出し、地域の発展に貢献できる人材を育成します。地域経済経営コースでは経済学や経営学などに関する知識をもとに、行政や地域の企業と連携したフィールドワークなどの実践的な学びも交えて解決策を探求する応用力を身につけます。地域公共コースでは法学や政治学、行政学、社会学などの知識をもとに、地域社会の皆様と協働しながら公共的な見地からの課題の解決策を立案する力を身につけます。地域づくりコースでは実務科教員も交えた実践的でユニークな科目を通じて、自然や歴史文化など地域が保有するさまざまな資源を分析し、それらを活用するようなプロジェクトを企画・実行する力を身につけます。図書館は社会科学分野の図書を中心に約21万冊を揃えています。ラーニングコモンズでは学生同士のディスカッションやグループワークができるようになっています。語学演習支援室では外国人スタッフが常駐し、皆さんの語学学習を支援しています。300人収容可能な学生食堂です。売店もあり、学生たちの歓談の場として利用されています。ここが1年生のクラス学生寮です。県外からの入学者が3分の2を占める島根県立大学浜田キャンパスでは、さまざまな都道府県出身の方と交流を深めることができます。他にも留学生のほとんどが生活する国際交流会館があります。クラブサークル活動をご紹介します。浜田キャンパスでは教室外での経験を通じて人間的にも大きく成長することができます。
もしかすると馬に乗った学長の姿を見ることもあるかもしれません。グローバルに活躍したい方、ふるさとを盛り上げたい方など、島根県立大学で手を取り合って一緒に学びましょう。